なぜこのお茶が痩せるのかをお伝えしていきます。この動画では1、なぜこのお茶で痩せることができるのか、2、痩せるお茶は何か、3、痩せるお茶トップ3、ランキング形式でお伝えしてまいります。このチャンネルでは様々な腸活法を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、 LINE 登録をしていただけますととても嬉しいです。それでは早速お伝えしてまいりますね。1、なぜこのお茶で痩せることができるのかということなんですけども、ポイントが2つあります。1つはですね、オーガニックであることなんですね。農薬やそして化学薬品などが入っていないお茶であることが大切ですよということです。あともう2つ目は糖質量が少ないということ、これも大事ですよね。太ってしまう原因の大きな理由の一つはもう糖質なんです。糖質を取ってしまうと、いくらその食事制限をしたとしても、きつい運動を頑張ったとしてもエネルギーが入ってくるわけですから、なかなか溜め込んでしまったですね、脂肪をエネルギーとして変えようとね、体が頑張ってくれないわけですよね。必要ないわけです。なので大事なのは無農薬、オーガニック、化学薬品が無添加であること。なぜかというと、腸内環境や肝臓をその元気にすることが、こういったものを取ってしまうとできなくなってくるんですよね。痩せるベースはやはり腸内環境が整っていること、そして肝臓が元気なことがとっても大事なんですよ。そうしないと痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が上手に住み着いてくれなかったり、また代謝を上げてくれるデトックス工場の肝臓が元気に動いてくれないと、痩せ体質になることがやはりできないからなんですね。なのでまとめますと、痩せるためのお茶というのは、ポイントは無農薬であったり化学薬品などが無添加であるオーガニックを選ぶこと、そして糖質が少ないものですよ。では2つ目です。その痩せるお茶とは何でしょうかということなんですけれども、今回はイオントップバリューさんで私セレクトしてまいりました。先ほど丸1でお伝えした条件が全て満たされているお茶なんですよ。では3つ目です。痩せるお茶のトップ3ランキングをあなたに今からお伝えしていきますね。あなたご自身がダイエットがこううまくいかないからといって、ご自分のことを責めるよりもですね、今から私がお伝えするお茶に置き換えていく、あなたが選ぶものを変えていけばよろしいんです。なのでご自分を責めることなく、こういった私が今からお伝えするようなものに、普段のその選んでいたものを置き換えていくということをぜひ取り組んでみてくださいね。大丈夫ですよ。それでは早速ランキング第3位いきましょう。こちらです。イオントップバリューグリーンアイのオーガニック三重県産緑茶になります。こちらは三重県産の有機茶葉を使用しています。そしてさっぱりとした味わいの緑茶に仕上げましたということで、1箱あたりティーバッグタイプです。ティーバッグが20袋ですね、入ってまして、お値段がですね、こちら1バッグが248円税別でした。でこちらですね、エネルギーが 100ml あたり出した後ですね、たったの 1kg です。もうほぼない状態ですよね。そして気になるその糖質量、太る元の糖質が 0.3g になります。でこちら緑茶の効果なんですけれども、緑茶ってですねすごいんですよ。もう日本人にはね馴染みのお茶になりますけれども、私も大好きです。緑茶大好きなので、このお茶も飲むんですけれども、まず緑茶はですね、実は脂肪燃焼効果があります。なぜかというと、ポリフェノールがあって、こう代謝を上げてくれるからなんですよね。そしてまた血糖値を下げてくれる効果もあります。ですから糖質を取った時に、その血糖値が上がる時に太るわけですから、それを抑えてくれるお茶になるんですね。そして嬉しいのは、コーヒーに比べるとカフェインの量が少なめです。実は痩せるためにはですね、カフェイン飲料、その濃い飲料を飲みすぎてしまうと
痩せにくくなってしまうんですよね。その緊張状態が続きますと、その腸がですねちゃんと動いてくれなくなってしまうんですね。そういった状態が続きますと、腸が元気でなければ痩せ体質になることができないということで、こういったカフェイン系はやっぱり量が大事ですから、痩せる成分で効果はあるんだけれども、飲みすぎには注意してくださいね。ということで第3位はこのオーガニック三重県産の緑茶でした。ではランキング第2位はこちらです。イオトップバリューグリーンアイのオーガニック三重県産ほうじ茶になります。三重県産の有機茶葉を使用、香ばしい味わいのほうじ茶に仕上げましたということで、こちらも先ほどと同じ1パックあたり20袋入っておりまして、ティーパックがですね。そしてお値段はほうじ茶も先ほどの緑茶と同じ税抜き248円でした。そしてエネルギーは 100ml あたり 1kg、 先ほどと一緒ですよね。そして嬉しいのが糖質が 0.2g ですから、先ほどの緑茶と比べると量が少ないですね。なのでさらに糖質を気にせずに飲むことができるというお茶になります。でこちらはほうじ茶で香ばしくてね、私ほうじ茶ももともとね全部お茶が好きなんです。お茶系が好きなんですよね。すごくほうじ茶も好きです。香ばしくってね、香りをこう嗅ぐだけでもこう癒しっていうかね、こうアロマみたいな、私のアロマはお茶みたいなね、お茶の香りが、アロマだなって思うんですけど、あなたはいかがですか？癒されませんか？お茶の香りって大好きです。でこのほうじ茶というのはですね、ベースは実は緑茶になるんですね。緑茶の茶葉を強火でいったものがほうじ茶です。なのであんな風にこう香ばしくって、こう香りも良いですし、色もねいいですよね。そして嬉しいのがですね、先ほどの緑茶よりもさらにカフェインが少ないんです。ですからダイエット向きのお茶ということになるんですよね。そして実は熱に強いね、ビタミン C も持ってますし、あとそのことやっぱ血行促進効果もありますから、先ほどお伝えした緑茶の効果プラスアルファやっぱりほうじ茶というのはさらにパワーアップということで、おすすめしたい第2位のお茶になります。ではいよいよ第1位はこちらです。イオントップバリューのグリーンアイオーガニックルイボスティーになります。こちらは南アフリカ共和国の西ケープ州で育った有機栽培のルイボスを使用、すっきりとした後味でノンカフェインですということなんです。もう私こちら一押し第1に選んだ理由を今からお伝えしますね。まず量はですね、こちら1箱あたり同じです。ティーパックが20袋入ってまして、ちょっとお値段がね、先ほどお伝えしたお茶よりもちょっと若干高めでプラス100円、税抜きで348円でした。そして 100ml あたりのエネルギーがもうなんと0キロカロリーです。いいですよね、カロリーゼロ。そして気になる糖質が一番低い 0.1g しか入っていない、しかもノンカフェインなんですよね。もうこれすっごくダイエット向きです。で私ですね、普段からこのルイボスティーもよく飲むんですけれども、特にファスティング中とかプチファスティングの時に飲みます。そうすることでさらに脂肪燃焼効果を上げることができたりとか、あと鉄分がね豊富なんですよね。ですから貧血予防にもなったり、もいいこと尽くしなんですけれども、あとまとめです。ルイボスティーがなぜそんなにダイエット向きのお茶なのかということで、もうまず脂肪燃焼効果が非常に高いお茶ですよということ、そして善玉菌を増やす酵素もいっぱい入ってます。要は善玉菌というのは痩せ菌と呼ばれる腸内にいる良い菌たちのことですよね。この良い菌、痩せ菌が増えてくれれば自然と痩せ体質になることができるんですね。なのでルイボスティーがもうめっちゃくちゃおすすめなんです。あとは非ヘム鉄といって植物性の鉄分が取れます。動物性ではなくてですね、植物性なので、こちらはルイボスティーを飲むことでなんと鉄分もしっかり取れてしまうというね、女性の私たちにも本当に嬉しいお茶になります。あとはデトックス効果ですね。私こちら先ほどお伝えしましたそのファスティングで飲むですよね、もうこれ一押しです。どれを先生飲みますかって言われて、よくねクライアントの方にお尋ね質問いただくんですけれども、ファスティング中とかデトックスしたい時は
一押しはこういった有機栽培のルイボスティーですよとお伝えしております。やはりですね、農薬がたっぷりかかったお茶っ葉をいかがですか、グツグツそのままお湯でですよ煮出してね、その溶け込んだものを飲みますかということですよね。もうぜひね、もう今すぐやめていただきたいですね。だって煮出して飲むんですから、もうどれだけお体に悪いかということと、結局このお茶を飲めば痩せると思ってですね、一生懸命飲んだとしても、そのお茶自体が農薬まみれであったり化学薬品が入ってたりとか、そういったのを飲んでしまわれると痩せませんよ、絶対痩せません。先ほどお伝えした通り、ダイエットになかなかこううまくいかなくてですね、ご自分を責めてらっしゃる方はぜひですね、責めなくていいんですよ、変えていけばいいんです。あなたが選ぶものをこういったものにですね、同じお茶でも同じ緑茶でもほうじ茶でもルイボスティーでも、こういったオーガニックタイプに変えてあげる、それだけであなたの腸や肝臓が元気になって健康体になれば、どんどん痩せ体質になって痩せることができます。ダイエットを成功させることができますから大丈夫です。私が過去そうでしたから、あなたもお出来になります。ですから決してご自分を責めないでくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のまとめです。1、なぜこのお茶で痩せるのでしたよね。これは有機栽培、要するに農薬や化学薬品が使ってないお茶であること、そして糖質量が低いこと、できればここでノンカフェインでしたね。そして2つ目、痩せるお茶とは、今お伝えしたお茶の条件を全てですねクリアしている良質のものでしたね。そして3つ目、痩せるお茶のランキングは、第3位が今回イオンのトップバリューさんのブランドで、3位が緑茶、2位がほうじ茶、1位がルイボスティーでしたね。あのどれがいいってですね、やっぱりお好みもあると思いますから、もう日替わりでもいいんですよ。例えば1日のうちで朝昼晩3種類飲んでもいいでしょうし、特に夜はもうカフェインはねあんまり飲みたくないですっていう方は、夜にルイボスティーを持ってこられてもいいんですよ。なのでそういった形でルーティンとして、基本のその有機栽培であることっていうお茶をベースに、美味しく飲みながら綺麗に痩せていきましょうね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。ぜひぜひお役立てください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。